はい、どうも皆さん、こんにちは。エゼッコです。それでは今回なんですけども、3月キャッシュレスお得キャンペーンまとめということで、今回は1日早いですけども、3月のキャンペーンまとめですね。この動画では、3月に開催されるお得なキャンペーンを僕なりにピックアップして、簡単にまとめましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。一部のキャンペーンについては覗いてますので、ご了承ください。それでは、行ってみましょうということで、早速ですね、2021年3月お得キャンペーンまとめということで、こちらのカレンダーを埋めながら見ていきたいと思います。 一応ですね、2月28日時点の情報になるため、もしかしたら3月中に何かしら追加される場合もあるかもしれませんので、ご注意ください。で、早速なんですけども、PayPay ペイペイからですね。まあ、PayPay ペイペイといえばね、もう3月のキャンペーンこちらです。超 PayPay ペイペイ祭り、超お得な1ヶ月ということで、一応ですね、大きく3月1日から3月28日ということで、 ペイペイが大規模なキャンペーンがスタートします。で、いくつかあるんですけども、その中の一部をピックアップします。まず最初はこちら。すべてのスマホユーザーが対象、誰でも20%還元キャンペーンということで、まあ、基本的にペイペイが使える実店舗であったりとか、請求書払いとかも対応してるみたいで、そういったところで決済したら20%還元。で、ソフトバンクワイ,モバイルユーザーの方であれば30%還元ということで、上限もそれぞれ1000円と2000円というふうに変わってきます。期間は3月の1日から3月の28日。 ちなみにソフトバンクワイブワイルユーザーの方に関しては6667円を使ったら上限に到達してそれ以外の通常のペイペイユーザーの方であれば5000円を利用することで1000の上限に到達するということになりますで対象店舗に関しては先ほどお伝えしたように基本的には実店舗あとネットのストアであったりとか請求書払いが対応ということですのでまぶっちゃけこのキャンペーン請求書払いでサクッと決済した方がかなりお得かなと思いますですけども一部ですね対象外の店舗とかもあったりするのでこれはですね 公式のページをチェックしておいてください。で続きまして、こちらセブンイレブンアプリから paypay で支払うと10%戻ってくるキャンペーンということで、基本的には誰でも10%還元なんですけども、ソフトバンク、ワイモバイルヤフープレミアム会員の方はなんと20%還元キャンペーンとなってます。で、このキャンペーンの条件としたらセブンイレブンのアプリがあるんですけども、その中に paypay でログインをして、そのセブンイレブンアプリの paypay で決済をしたら、こういった還元を受けることができるということになっております。で、期間は3月の8。日 から3月の26日まで開催されておりまして ここのですね、3月の27と28日に関しては還元率がそれぞれ5%分アップされるので、まあ、この時にね、何かしらのセブンイレブンでお買い物される方はですね、27、28を狙ってもいいのかなというふうに思います。ですけども、まあ、セブンイレブンでちょっと上限に到達しないっていうことはあると思うんですよ。まその場合ですね、迷ったらこの商品を買えっていう商品があるんですけども、それがこちら、バナナ。次はこちら、ペイペイとスターバックスのキャンペーンということで、まあ、つい最近ですね、スターバックスでも一部の店舗でペイペイで決済が できるようになりまして、それを導入してのキャンペーンだと思うんですけども、対象店舗で PayPay 決済をしたら税込み300円以上の支払いをした場合ですね、100円相当が戻ってくるキャンペーンとなっております。まあ、ソフトバンクワイモバイルヤフープレミアム会員の方は100円相当が2回までもらうことができまして、それ以外の PayPay ユーザーの方は1回まで100円相当が戻ってきます。まあ、普段からスターバックス利用されている方はぜひ利用してみてもいいのかなという風に思います。3月1日から3月の28日までとなっております。ですけども一部ですね、対 店舗もありますので気をつけてください次はこちら、PayPay ペイペイとジャパンネット銀行のキャンペーンですね。これ結構熱いんですよ。ちょっと僕はですね、対象ではないんですけども、ちょっと上の文読みたいと思います。新規で口座開設をして、翌月までに1回に1万5000以上口座に入金をすると。 で、そこからペイペイにジャパンネット銀行の口座を登録したら、特典として現金がなんと4500円がもらえるんですよね。これめちゃくちゃお得ですよね。で、このキャンペーンの期間なんですけども、ちょっと細かく分かれておりまして、口座開設の申し込み期間というのが3月の5日からスタートします。で、そこから4月の30日まで。で、あと入金及び口座登録の期間というのが決まってまして、これは3月の5日から6月の30日までということになってますんで、ちょっとここのね、期間は気をつけておいてほしいとこではありますね。 なので、もしですね、ジャパンネット銀行まだ持ってないっていう方がいらっしゃいましたら、結構このキャンペーン熱いと思いますんで、参加してみる価値はかなりあるのかなというふうに思います。他にもですね、超ペイペイ祭りに関しては、ちょっと紹介しきれないんですけども、いろんなキャンペーンがまだ,まだ開催されてますので、こちらも公式ページをチェックしてみてください。僕的には結構家電量販店のキャンペーンとかは熱いかなというふうに思っております。で、次に D 払いと D ポイントのキャンペーンですね。まず一つ目、特特 D 払いということなんですけども、対象のお店で20%還元キャンペーンということです。 このキャンペーン自体はすでにスタートしておりまして、3月の8日まで、8日まで開催されております。で、条件としたら、お会計の際に必ず D ポイントカードを提示して、その後に D バラで決済したら20、20%分の得点をもらうことができるということになっております。で、上限がですね、1000ポイントまでで、これは5000円利用したら到達するということになります。で、先ほどお伝えしたように、とりあえず今は、 3月の8日、8日までは第1弾ということなんですけども、第2弾が3月の9日からスタートします。9日から31日までですので、まあそれぞれね、上限もまた1000ポイントということになってますんで、5000分利用したら上限に到達するということになります。 結構この特特 D 払いもお得ですよね。で、続きまして、先日ちょっと動画で紹介をさせていただきました、サンプル百貨店と D 払いのキャンペーンですね。サンプル百貨店っていうのは、まあインターネット上で安くね、いろんな商品を購入できる個人的におすすめなサイトなんですけども、こちらはですね、そのサンプル百貨店で D 払いで決済したら20%分ポイントが戻ってくるということなんですけども、上限が2000ポイントまでなので、1万円分を利用したら上限に到達するということになります。で、このキャンペーン自体は3月の12日までとなってますんで、 もしですねまだ登録されてない方いらっしゃいましたらこちら初回の登録の招待コードっていうのが今赤文字で出てるのが招待コードなのでこれを入力していただければ500円引きのクーポンゲットできますんでぜひ使ってみてもいいのかなというふうに思います続きましてはこちらまた暑いですね特特 D 払いのユニクロのキャンペーンですねこちらのキャンペーンはユニクロのアプリを提示してその後に D 払いで決済したら20%分の D ポイントがもらえるっていうようなキャンペーンとなっておりますで上限が800ポイントまでなのでまあ、4000円分を利用することで上限 にに到達するとということになります、まあ、もうすぐね。まあ、暖かい季節になりつつあるので、まあ、それを見越して、ユニクロでお洋服を買うのもいいのかなというふうに思います。こちらは3月の1日から3月の31日までとなっております。続きまして、こちらまた独特 D 払いのスーパー限定のキャンペーンとなってますが、こちらは対象のスーパーで D 払いで決済したら10%分の D ポイントがもらえるっていうようなキャンペーンとなっております。上限がしっかりと決まっておりまして、1回に500ポイントまで、期間中トータルで1000ポイントまでとなってますんで、1回に5000を決済したら500ポイントにと 到達して期間中トータルで1万円分利用することで期間中の1000ポイントに到達するということになりますキャンペーン下は3月の1日から3月の31日までとなっております 続きまして、au ペイですね。au ペイもまあ3月は暑いです。まあなんといってもこちらですね。タヌキの大恩返し最大20%戻ってくるキャンペーンということなんですけども、まあこれまでね、タヌキの大恩返しのキャンペーンはドラッグストアとスーパーだったんですけども、3月からなんと飲食店が加わります。で、還元率が20%で上限が1回に500ポイントまで。で、期間中トータルで3000ポイント、括弧総計ということなんですけども、これはドラッグストア、スーパー、飲食店合わせての上限ということになります。 なので1回に2600円ぐらい決済したら1回の500ポイントに到達して期間中トータルでおおよそまあベースポイントもあるので15000円ぐらい利用したら3000ポイントに到達するということになりますでね前回ちょっと動画で紹介した時に飲食店が一部しか紹介できてなかったんですけども今現在公式ページを見たら結構ですね飲食店が追加されておりますまあ今出てるのは牛角であったりとかシャブヨとかサンマルクカフェとか KFC とか米田コーヒーも対象みたいですね他にもドトールコーヒーとかプロントとかブルーシー ール、松屋、ひょっと,もっと,仲とか、まあ、そういったと,と,と,、まあ、とうう AUPay とローソンのキャンペーンですね。ローソンで AUPay で決済したら20%還元というキャンペーンなんですけども、普通のローソン以外にも、ローソン 3F、ローソンポップなナチュラルローソン、ローソン100とか、そういったところがですね、対象となっておりまして、上限が3000ポイントということになってます。なので、期間中トータルで1万5000円分利用することによって上限の3000ポイント ポに到達するということですねこちらは3月の22日までのキャンペーンとなってますでちょっとそれに関連するんですけどもポンタポイントのキャンペーンも開催中でございますそれがこちら先日ちょっと動画で紹介をさせていただきましたエントリーしてローソンで iPhone 等をタッチしてアップ アップルペイで決済するともれなくポントポイントが10%還元というキャンペーンですねこちら還元率10%で条件としてはとりあえずローソンでアップルペイで決済していただく必要がございますこちらについては過去動画出してますんでそちらをチェックしてみてくださいでこのキャンペーンですねおそらくちょっと上限はないっぽいので普段からねアップルペイ利用されている方はこれに参加してもいいかなと思います ま、個人的には AU ペンの20%還元を使った方がお得だと思うんですけども、まあ、以前ね、視聴者さんからのコメントで、確か199円以下であれば、まあ、このキャンペーン使う価値はあるっていうことを伺ったので、まあ、そういった方法で利用してもいいかなというふうに思います。こちらのキャンペーン3月の19日まで開催中です。 次はこちら。今日は何かとね、インターネット上で話題になってた水保銀行が提供する J コインペイですね。で、J コインペイはこちら。使う角には服来たるキャンペーンということで、まあ僕全然ちょっと使えてないんですけども、支払い金額の10%還元キャンペーンということで、 ま、ジェイコインペイが使えるお店で、決済したら10%戻ってくるっていうことなんですけども、こちら上限が500ポイント、そして期間中トータルで2万ポイントという風に出てるんですが、これポイントというよりかは、ジェイコインペイの場合はリアルマネー、普通の現金みたいなものなので、500円、そして2万円という風になるかなと思います。なので、1日に5000円まで利用したら上限の1日500円まで到達して、期間中20万円分利用したら2万円まで戻ってくるっていうことになっております。で、キャンペーン自体は3月の14日まで買える。 開催中でございます。まあ J コインペのいいところっていうのは本当ポイントというかキャッシュバックに近いので、まあ、使い方によってはかなりお得になるのかなと思いますね。で最後にですね、ちょっと日程のまとめなんですけどもこんな感じとなっております。まあ、個人的にはまとりあえずペイペイの誰も20ですね。あとセブンイレブンとか。 まあそういったところから順に使ってって、他にも aupe のスーパードラッグストアとあとローソン。まあそこら辺も使って、まあ余った分で d 払いの対象店舗、特特 d 払いをちょっと使っていこうかなというふうに思ってます。まあ3月はね、とにかく本当にキャンペーンめちゃくちゃ多いというか、結構お得なキャンペーンが多いので、事前にですね、コンビニはこれ、スーパーはこれ、ドラッグストアはこれ、家電量販店はこれ、飲食店はこれ、洋服のお店はこれみたいな感じで、事前にもうメモしておいた方がいいかなというふうに思います。でないとね、どれを使った方がお得 なのかとかどれがどれだけ使ったら上限に到達するとか結構迷うところではあるので 事前に決めた上で参加するぐらいがいいかなというふうに思いますね。ですけども、3月はですね、お得すぎなんですけども、やっぱり使いすぎには注意してください。食材とかね、いっぱい買って保存できるものであればいいんですけども、やっぱり賞味期限が切れてしまったりとか、せっかく買ったものなのに、まあ、使わないとか食べないとかそういったものもしかしたらある場合もあるかもしれないので、もうここのね、本当にち使いすぎだけは本当に注意してください。もうそこだけです。まあ、そんなこんなで今回はね、3月お得キャンペーンまとめということで、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、ぶっちゃけね多分今 まあ、この動画をアップしている日かな。多分、次の日3月に入ってからも何かしらの発表もある気はするんですけども、とりあえずね、現時点でのこの情報ということですので、また新たな発表があれば動画にしてお伝えしていこうかなというふうに思っております。で、もしね、キャンペーンに参加する際は、d 払いとかもそうなんですけども、エントリーとか、あと上限とかの、まあ、詳細の情報とかのチェックを忘れずに、ぜひ参加をしてみてください。で、一部のキャンペーンのリンクに関しては概要欄に貼ってますんで、そちらもぜひチェックしていただければなと思います。ということで、 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました